節分でドッキリ、あ、ね、いただきます。あ、え、やばい、マネマネマネ、ヤバくろ、ヤバくもらってる、はい、いきます。せーの、言わなくていいよね。言わなくていいよね、別に。皆さんこんにちは、ひまわりチャンネルのババとママでーす。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。家族みんなで楽しく見てね。見てね。今日はね、はい、実は久しぶりにドッキリやりたいと思います。はい、動画公開してる時にはもう終わってるんですけど、うん、まあ、今日は2月3日の節分なんですね。はい、はい、それでまあ豆まきをやりたいなと思ったんですが、はい、今回はですね、節分でドッキリ、あ、ね、しようかなと思ってます。ね、まあなんかひまわりチャンネル節分の豆まき動画を過去に2回ぐらい上げてるんですね。うんうん、でまあまーちゃんもーちゃんもだいぶ小さい時なんですけど、はいはい、その時はですね、鬼が来たら泣いちゃって、うん、てたんですよね。めっちゃね、うん、こっちも泣いてたね。はい、そうだね、だいぶ大きくなったからね、今はどうなのかなっていうのと、はい、毎回ね、あの大体ね、豆まきの時ね、パパ見ないんだよ。そうだね、そうなの、そうなの。どっか行ったよとかさ、消えたとかさ、腹痛いとかさ、今回はパパがいながら鬼が来ます。はい、いつもね、毎回パパがいないから、まあ鬼役だから出てこれないんですけど、絶対パパが鬼だと、あいつらのね、もう大きくなって確信してたね。疑われてるから、はい、まあここでパパがねいなくなって、また鬼として出てきても、はい、まあ興ざめかなと思いましたんで、今回はですね、ヒロピと、まあ、いとこのあーくんのパパにちょっと鬼役をお願いして、はい、突然こう鬼がバッとね、しかもパパいるのに出てきたら、はい、どんなリアクションをするのか、うん、ちょっとね、あの見てみたいなと思います。まだ泣いちゃってないの？泣いちゃうかな。泣くでしょ。でもさ、まーちゃんおーちゃんの他にパパもママもいるから、別に泣いたりしないんじゃない？まあ、パパに戦ってもらえばいいからさ。じゃあパパが行っても使い物にならなければいい。ガーって来てパパがもう、あーでも、パパはもう戦力ならないから、もうまーちゃんおーちゃんたちで鬼退治するしかない。あー、じゃあ2人だけしか戦闘員がいないっていうね。そうそうそう、そういう状況を作って、あと今回さ、鬼にママのことを襲ってもらう、そしてまーちゃんおーちゃんママのことを助けてもらえるのか。あー、それを知りたいね。知りたいね。助けてくれるかなってこと。そうそうそう、鬼の恐怖に耐えてちゃんとね、ママその守られるか、うん、パパいないのに。でもちょっとさ、鬼が入ってきたら気絶するってこと？そう。それなんかすごい弱くない？そんな人やで、まあ、いいんじゃない？いいの？いいんじゃない？俺もう、いいんだよ、子供を追加育てるには。はい、じゃあ今回のドッキリの流れは、はい、まずですね、あの動画を撮る企画としては、恵方巻きの食べ比べをしようっていう、こう嘘企画をやりたいと思います。なるほど。恵方巻きを食べてる最中にもう鬼がバーってやってくる。ね、一応ですね、鬼への合図として部屋に入ってくる合図が、まーちゃんおーちゃんどれが一番美味しかった、あー、じゃあみんなにどれが一番美味しいって聞いた時に、そうそうそう、鬼が来る。そうそうそう、はいはい、入ってきたらちょっとね、豆の投げたりとか襲ったりとかっていう感じになると思うんだけど、ここでちょっとね、あのママを襲うタイミングの合図が、まーちゃんおーちゃん頑張れ、ね、ママはね、はい、豆持ってないんで、そうだね、戦えないカメラ回ってるからね。そう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 、だからまーちゃんおーちゃん頑張って鬼倒してっていう感じで、頑張れって言うんで、それを合図に鬼に襲ってもらいます。いいね。はいはいはい、だいたいいい頃合いだなと思ったら、うん、ちょっとパパをまーちゃんおーちゃんに起こしてもらう。あー、俺ね、最後ね、はい、はいはいはい、まあね、最後やっぱり、ね、いいとこ見せないとね。やっぱね、助けてもらったらもうそれで、あの目的達成なんで、まあ、あとパパを起こして、パパと一緒に鬼を撃退するってね、流れで、あ、パパのこと起こしてっていう感じで、はいはいはい、はい、よくわかりました。じゃあその流れでいきます。はい、果たしてまーちゃんおーちゃん泣かないのか、そしてママのこと助けれるのか、期待してるよ。じゃあドッキリスタート。ひまわりオリジナルゲームで売ってよ。オリジナルソングもダウンロードしてね。おーちゃん、おーちゃん、おー、鬼怖い、怖い、おにゅうさまー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 、
ひまわりチャンネルのまーちゃんとおーちゃんとブーブーです。ママもいます。パパ、ママのこと忘れすぎ。パパとって、ね、パパとって最近言わないよね。そう、じゃあこれから気をつけます。はい、ということでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、家族みんなで楽しく見てね、うん、今日はね、はい、新しいカメラでございます。360度カメラです。はい、撮影している今日は節分です。はい、はい、まーちゃんとおーちゃんもね、学校で豆まきしてきたんだよね。うんうん、はい、節分といえば恵方巻きです。ですね、です。今さ、お店に行ったら節分の時期とかってすごいたくさんの種類の恵方巻きが売ってるよね。売ってます。うん、そこでね、どの恵方巻きが一番美味しいのか、食べ比べをしたいと思います。恵方巻きやって今夜の絵物が決まったぞ。いっぱい買ってきましたよ、はい、ほら、じゃーん。でもあんまり私が好きなやつないんだよね。そっか、ビビンバ巻き気になる。うん、好き嫌い多いからね。そうね、そうね、この辺とかほら卵が入ってて、パパが好きお魚、うん、こっちはちょっとお魚系かな、やっぱね。こっちはいいね、お魚。あんまりでしょ。ビビンバは結構いけそうじゃないかなと思って買ってきたけど、ね、イクラの方ちょっとめちゃくちゃちっちゃい。中に詰まってるんです。ちょっと気になるのやつ手に取ってみようか。はい、あーなると思ってた。そうか、節分に言うたら豆まきの豆用意したよ。え、ちょっと待って、やり方わかる？ちょっとちゃんとパパ来るまで待ってた方がいい。え、前わかるよ。豆も私、豆食べないんですけど、綺麗な割り方を皆さんに教えてあげます。まず、ここを押してください。はい。そして、こっちも押してください。そしたら、こうやって綺麗に割れますよ。はい、じゃあパパ。エバを食べんの？うん。ノリと分離しちゃあかんよ。パパのこと待っててって言ったのに。綺麗に分離したね。今年の恵方は西南西です。西南西どころ？西南西どっちなんだね。はい、これが西南西。あ、じゃああっちだね。うん、ここそうです、そうです、あっち。うん、最初醤油つけよう。ちょっとね、私醤油つけなくてもいいんだ。次、下から出てきちゃったじゃん。ああ、ほんとだ。じゃあちょっと食べてみますか、早速。1個目何個食うね。じゃあみんな一口いただきます。いただきます。どう？いや、ちゃんと顔怖いんだけど。あ、キュウリ。え、まーちゃんキュウリ食べれるって。え、脱いだ。じゃあ他のも食べてみて。これは一番。まーちゃん食べてみようかな。これで決定なので、私はもう書きます。あ、それで決定なんですね。はい、お、まーちゃんはエビが入ったやつ選んだね。エビ好き。はい、エビ美味しい。私の美味しい。じゃあさ、このさ、一番太い大きいやつ食べてみてよ。これビビンバ。うん、はい、どうです。はい、決まります。まーちゃん、ここさんに書きますね。美味しい。なんか大体食べた。はい、じゃあ、うん、ね、みんなどれが一番美味しいですか。これ。あ、え？うわ！あ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 
びっくりした。びっくりした。昔のやつかと思った。昔のやつ、うん、思った。うん、あの鬼は誰だった。誰だろう。あれ鬼じゃないの。だってパパいるからさ。本当の鬼じゃない。パパいるもんだって。パパじゃなくて違う人なんじゃないの。誰なの。鬼でしょ。なんだお前食ってんの。いやびっくりした。パパなんで誰が気絶しちゃうの。誰がパパに豆まいた。待って待って、パパのこと起こして。パパだよバーッ。うわっ。ひどっ。え、鬼でしょ、だって今日節分だもんね。そうだよ、鬼来たんだ。でも違う。おはおちゃん、鬼来たよ。変だった鬼。6歳だから怖くない。6歳だから怖くない。鬼は外。途中でママを襲われたんだけど、やっぱり助けてくれたね、そういえば。すごい、ありがとう、おばあちゃん、おちゃん。ママのこと助けてくれて。パパに豆まいてたけど。なに、私バチって。やめろ。さすがもう、おーちゃん、まーちゃん大きくなって、全然もう泣かないし、もう動じないね。ね、ちゃんと戦えたね。すごい。だ最初さ、おーちゃんが気づいたよね、豆豆って。うん、すごい。そうまた来るかもしれないから、あっちに豆投げて。気絶しちゃったよ。おい、来んなよ。おお、神様は栄養があるからね。うん、すごいぞ。よし、今年も鬼に勝ったぞ。イエーイ。まちゃおちゃんの成長も見れたし、イエーイ。よかったぜ。最後ね、このとどめを刺すときね、この大きいの投げたんだよ。そうなの、うん、怖くなかった。おばちゃん、大丈夫だった。結構最初怖そうだ。普通に人間っぽかった。じゃあ、というわけで節分ドッキリ大成功。大失敗。毎回大失敗で言う人。おーりくんだ。グッドボタン押してね。チャンネル登録よろしくお願いします。ひまわり咲いたらじゃんけんぽん。皆さん、パー出しました。勝った人は明日鬼に勝てるかも。イエーイ。でも明日は節分終わってるけどね。来年ね。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見て